des fleurs de pâquerette. Elles sont comestibles. C'est un arbre de guanacier. Guanacier. Guan. というフルーツ、果物が実る木です。日本語で何て言ったかちょっと忘れてしまいました。このお花も食べれるんですよね。これはフィギュレ。フィギュレというのは、あの目が出てるな。これはあの、なんか髪がぶら下がってる。これはなんだっけ、フィギュレとか、フィギュはイチジクでしょ。だからこれはイチジクの木です。これからね、葉っぱが出てくるんですね。滝にしたりしちゃうのであれなんですけど、こんな感じで、これここからよく見えますね、このコアナシエの木が。で、黄色いフルーツが、まあ、秋ごろに実ります。種が多くてですね、なかなかあのジャムにするとき、コンフィチュールにするとき結構大変なんです。一回やってやめました。あ、なんか、うん、あ、もう終わっちゃったけど、水仙がね、本当はここで咲いてたんですね。毎年ここに咲くんですよ。でもなんかあれですね、とっても綺麗な花。こんな近くまで来たらちゃんとボケないで映るかな、うん、なんか最近家が2軒あそこに建ったんですけど、新しい家ですね。猫がまた来た、ね、猫ちゃん。なんかいきなりこんにちはもなく始めたんですけど、始めたというかちょっと映すつもりだったので、ちょっと映してさっと消えます。それではまた。オッファー。